結婚、出産、離婚、スキャンダル、これだけプライベートが騒々しくとも、歌手として第一線で活躍し続けられるのは彼女だけではないだろうか。人気は衰えるどころか存在感を増して、今年も紅白歌合戦に選出された。あのライバルと一緒に、写真、1983年12月、帝国劇場で行われたレコード大賞に登場した松田聖子が若い&キュート、第72回 NHK 紅白歌合戦の出場者が発表された11月19日以降、芸能関係者の間である共演が話題になっている。25度目の出場となる松田聖子、59歳と、7年ぶり2度目の選出となった薬師丸ひろ子、57歳の2人だ。両者の関係性を知る芸能リポーターの石川俊夫さんは、この共演をサプライズと位置づけてこう口にした。聖子さんと薬師丸さんは、デビュー当時からお互い比較されることが多く、共演 NG が噂されていた時代もあったほどなんです。証拠は、1980年4月に、裸足の季節でレコードデビューした。人気絶頂の山口百恵さん、62歳、が、突然引退を発表した1ヶ月後のことだった。百恵さんの引退発表で寂寥感が漂う芸能界の中で、聖子はトップアイドルへの階段を一気に駆け上がっていく。同年10月にリリースした青い珊瑚礁でオリコン2位を記録すると、3枚目の風は就職で初めてオリコン1位を獲得。年末の第22回日本レコード大賞では新人賞に輝いた。ポスト山口百恵は聖子に託されるはずだった。そこに現れたのが薬師丸だ。薬師丸は1978年に映画野生の証明で女優としてデビュー。その後はとんだカップル、1980年狙われた学園、1981年などの映画で主演を務め、若手の映画女優として注目を集めていた。アイドルと女優、本来ならば交わることがなかった二人が比較されるようになったきっかけは、1981年12月に公開された、薬師丸の主演映画、セーラー服と機関銃、だ。薬師丸さんの代表作になる映画ですが、薬師丸さんはこの映画で主題歌を歌い歌手デビューしたんです。歌が本業ではない女優が歌手デビューしたことでプレミア感が増し、話題性も手伝って、映画も楽曲も大ヒット。映画の舞台挨拶には、ファンが殺到して機動隊が出動する騒ぎになりました。前出、石川さん。主題歌は 86.5 万枚のセールスを記録。これは当時の聖子の最高売り上げだった、風は就職の 79.6 万枚を超える大ヒットだった。薬師丸は一気に、歌手としてもブレイクし、同世代のアイドルをしのぐ人気を獲得していった。聖子の前に、映画界から思わぬライバルが現れたのだ。薬師丸の発言が聖子に火をつけた。ついに二人の正面対決が実現する。1983年7月2日、聖子主演の映画、プルメリアの伝説天国のキッスが公開され、その2週間後に薬師丸の主演映画、探偵物語が公開された。映画の内容が女子大生の恋愛物語である点や、聖子は中井貴一、60歳と、薬師丸は松田優作さん、享年40とのキスシーンがあり、二人がそれぞれの主題歌を歌うなど、あまりに共通点が多かった。結果を比べられるのは当然だった。聖子さんのプルメリアの興行収入が約20億円だったのに対して、探偵物語は倍以上の約51億円でした。主題歌は共にオリコン1位を獲得しましたが、年間チャートでは聖子さんの16位に対して、薬師丸さんは4位と、こちらでも大きな差がつく結果となりました。映画関係者。
この敗北は聖子の気持ちを大きく変えたという。主演と主題歌という同じ状況で、聖子さんはどちらも薬師丸さんにかなわなかった。これ以降、聖子さんは薬師丸さんの存在を強く意識するようになったと言われています。芸能関係者。それ以前にあった薬師丸のある発言も結果的に聖子のプライドを逆なですることになった。薬師丸さんは以前から聖子さんのファンだと公言していました。当時、アイドルが同性アイドルの名前を挙げてファンを公言するのは考えられないことでした。薬師丸さんは聖子さんへの羨望を隠さなかった。自分への憧れを口にする年下に芸能活動を脅かされている。そんな状況を聖子さんのプライドが許さなかった。前出芸能関係者。ただ聖子の闘争心は当時のアイドル業界を考えれば当然だったのかもしれない。1980年代はアイドル全盛期、歌番組も多く、アイドルが同じステージで切磋琢磨する機会も多かった。聖子と薬師丸も、そんな火花が飛び交う歌番組で共演したことがある。1988年の夜のヒットスタジオ、フジテレビ系で、こんなエピソードがある。夜のでは、オープニングで出演者が他のアーティストの曲を歌うメドレーが定番となっていたのですが、そのメドレーで聖子さんは薬師丸さんからマイクを受け取っているんです。その様子を、当時のスタッフは見守っていました。二人の緊張関係は、スタッフも知るところだったのです。当時を知るテレビ局関係者。その後、聖子は歌手業に重きを置き、年間4曲前後のハイペースで新曲をリリースしていく。対する薬師丸は女優業の傍ら、マイペースに年間2枚程度のリリースを続けていく。女優でも歌手でもトップを走る薬師丸さんに、嫉妬のような感情を抱いていたアイドルも多かったと思います。ただ、薬師丸さんは1985年に角川春樹事務所から独立して以降、独自のポジションを確立し、聖子さんは王道アイドルの道を突き進んでいったので、二人はライバルというよりも、アイドルと女優でそれぞれ唯一無二の存在になっていった印象です。前出、当時を知るテレビ局関係者。プライベートではくしくも結婚と離婚を共に経験。祥子は1985年に神田正輝、70歳と結婚するも1997年に離婚。その後、1998年に再婚、2012年に再婚とプライベートでもマスコミを賑わせた。薬師丸は1991年に玉置浩二、63歳と結婚し、1998年に離婚。現在は NHK カメラマンとの事実婚を続けている。私生活をめぐっては、聖子のリアクションは見事だった。聖子さんはスキャンダルを肥やしにして、その度にステップアップしているように見えました。新しいアイドル像でファンをがっちり掴んでいる。それに対して薬師丸さんは少なからず離婚で失速した流れを引き戻せなかった。その点は、聖子さんはたくましかった。前出、石川さん。そんな二人が音楽番組で再び相まみえたのは、2014年の紅白歌合戦。祥子はアイドルの座を守り続け、同番組で大トリを務めるほどになっていた。薬師丸は前年に出演した NHK 連続テレビ小説、あまちゃん、効果もあり、歌手デビューから33年を経て初めての出場だった。リハーサルの時に2人が並んだのですが、聖子さんは控えめに後ろに下がろうとする薬師丸さんの腰に手を当てて、前に出やすいようにサポートしたのには驚きました。2018年には、作詞家の松本隆さんを特集した番組でも共演しているので、デビュー当時のような関係性ではなくなっていたのかもしれません。前出、当時を知るテレビ局関係者。
火花を散らし合うライバルだったのは、遠い昔のことなのだろうか。聖子さんは今年で、デビュー41周年。薬師丸さんも歌手活動40周年の節目の年です。激動の1980年代を共に過ごし、今もなお第一線で活躍している数少ない仲間という感覚なのかもしれません。前出、芸能関係者。